NHK 大阪放送局の武田新一アナが示唆局する問題で、公認は高瀬構造アナに決まったことが、2月6日、デイリー新潮の取材で分かった。大阪放送局に詳しい関係者は、予想通りの人事ではありますが、今後を不安視する声もありますという、アスタリスク、アスタリスク、アスタリスク。タコセアナは、ネット上で、マユゆと呼ばれたい。 いわゆる、朝ドラ送りが話題になったりと、人気の高さで知られている。1975年、兵庫県生まれ、早稲田大学を卒業すると、1919年に NHK へ入局した。地方局勤務を経て、2007年に東京アナウンス室へ移動した。知名度が高まったのは、2008年から10年まで、 NHK ニュースおはよう日本のキャスターを務めたことが大きい、担当記者が言う安定感のある進行が視聴者に評価されました。さらにネット上ではタコセアナの朝ドラ送りもたびたび話題になり、好感度のアップにつながりました。朝ドラ送りとはおはよう日本の放送が終わる直前に、 次に放送される連続テレビ小説の内容に触れることを指します。2012年4月から、平日の午前11時、正午、午後1時、午後6時に放送される NHK ニュースを担当した朝ドラ送りと同じように、ネット上では昼ドラ受けという言葉も使われています。これは午後12時45分から再放送される、 連続テレビ小説の終了直後、午後1時からのニュースでアナウンサーが表情だけで感想を表現することを指します。タコセアナは朝ドラ送りと昼ドラ受けの両方を担当したアナウンサーとしても有名なのです。役不足は同じ。武田アナと同じように報道畑を中心とし、NHK の顔として実績を重ねてきた。 大阪放送局の根幹を支えるという大役にはぴったりという印象だが、タコセアナには心残りもあるという、前での関係者がいる。NHK で報道畑を歩むアナウンサーにとった、NHK ニュース7の平日のメインキャスターを務めてこそ、名実もにナンバーワンアナと位置づけられるのです。武田アナは経験しましたが、タコセアナは、 土日宿のメインキャスターしか担当していないのです。さらにタコセアナは、現在、自分の実力にふさわしい番組を与えられていないという。高瀬さんは、ニュースライブ、ゆうごじや、にわあきひろ、愛のもやもや相談室、ラジオのニュースなどを担当しています。いずれも重要な仕事ばかりですが、視聴者が、 真っ先にチャンネルを合わせるような人気番組ではないのも事実です。タコセアナが大阪に移動すれば、武田アナと同様、大規模な災害で東京放送局が被災した場合、大阪から全国放送を行うことを NHK は求めるだろう。実力をつけ人気が上がったアナウンサーが海外特派員とかになるなら理解もできるが、地方に飛ばされたという形に見えるのは、 本人にしても、じくじたる思いが発生しても仕方ないかと思う。アナウンサーの全国勤務が原則というのは、若手中堅に対しては当然だと思うが、キャリアを積み人気実力をつけたアナウンサーには、それなりの対応があって叱るべきで、それが NHK を守ることにもつながるように思う。どうも、今の NHK に、 出る杭は打たれると損卓体質が染みついているのではないかと思う。個人的に、もし、武田アナウンサーが NHK の大阪放送局への移動という処遇に十分な特殊満足していたなら早期退職はなかったのではないかと感じる。タコセアナウンサーは、本人が納得した形で移動し活躍されることを期待したい。タコセアナは、兵庫県出身ということで、 大阪勤務自体はそれほど嫌ではないと思う。ご本人はガチガチの報道をやりたいのか今のように生活情報や芸能も扱うようなマルチな方面がいいのかわからないけど、少なくとも NHK としてはマルチな方でと考えているのだと思う。報道でと考えていたら、おはよう日本からニュース7に移動させただろうし、あとは武田アナ同様に、 ご家族の問題があるでしょう。タコセアナも家庭があるし、東京で天変地異があった時の拠点としての機能を大阪に、というのは大事だと思うけど、実際にそうなった時に自分の家庭がどうなっているのか、わからないままテレビにで続けろなんて酷な話だし、そのあたりを NHK がうまく担保できるかどうかで、残るかやめるか変わってくると思う。 NHK は、帯ニュースなどを担当させたアナウンサーには、その後の数年は、地方送りにしたい。負担の少ない番組を担当させる傾向はあるような、朝というより、深夜から稼働するおはよう日本を担当した後ですから、負担少なめになるのは当然のこと。高瀬さんが特別というわけではない。この度、大阪移動というのは、 明らかに武田さんを意識したものでしょう。ファンの多い高瀬さんですから、残念に思う人は多いでしょう。正式発表はまだのようなので、仮にこの話が本当ならと前置きしつつ、高瀬アナウンサーは、神戸の震災を経験し、災害報道には人一倍の使命感があるという話を、聞いたことがあったような、もしそうであれば、今回の話は、 それなりの意義を感じて、受諾したのだろうけれどね、武田アナウンサーに何かと相談もしたのかも。いずれにせよ、本当のところ、内情まではわからないが、ご本人が決心したことなら、その出っなをくじくような報道には、何の意義があるのか。また、武田さん退職や高瀬さん移動にかかわらず、大阪は東京に続く大都市とされ、 事実、災害時のサブ拠点とするべく、実力ある人材を送り込もうというなら、普段の運営も東京に全く引けを取らないものにしないとね。それをしないなら、そこに配置される人は、事実上、ダイダ扱いの左遷と感じてしまうだろう。正直に言って、個人的には、この方の朝ドラ送りは響かないが、大阪局行きが左遷なの。 朝ドラだって半年ごとに東京と大阪で作っているけれど関西作の方が評判高かったりする自分は関東より西側には住んだことがないがこの記事には東京市場主義地方別紙を感じてしまう NHK って全国区だからいくら人気のあるキャスターでも時期が来たら地方に行かせるようで 将来の幹部候補生として通るべき道なのではと思うのだけれど、どうしても他のところには住みたくないとか、管理職にはならずスタジオに立ち続けたいというのだったら、本人が決断するだろう。外の人が所属先の優劣を決めるのはいかかと思う。正直、最近の長夜夜の7時台のニュースを見ていると若手アナウンサーが頑張っており、安定感もある。 なので、若手の活用は良い試み。ベテランの処遇をどうするかだ。ベテランは、後進の育成を第一ミッションとすることで、持続的な継承が維持できる。そのような組織運営になっているのか。高級取りは採算に合わないとして、奪捨てのように地方に行かせるのは、技術の連鎖が途切れる。じゃあどうするか、州の半分は、 地方局からニュース7を放映すればよい。設備も大変だろうから、まずは、大阪からかな。タコセアナが辞める辞めないなんてのは、真偽のほどはわからないので置いといて。そもそも、NHK は移動人ことが多いとこ。新人からベテランまで変わりなく移動する。ならもっと辞めるのが多くてもよいとは思うが、この環境で育った人には、 普通に受け止めてる人がほとんどかも。もちろん、番組を外される不安もあるが、それを考えれば、単身不妊など不安要素がなくはないが、タコセアナが大阪に移ること自体、そんなに本人に不安があるかはわからない。